はい、皆さんこんにちは、ぜひこれ。それでは今回なんですけども、オリガインペイで家電 10% オフのキャンペーン、エディオンやビッグカメラで最大3000円割引&キャッシュでさらにお得にということで、今回はオリガインペイより家電がお得に購入できるキャンペーンが始まったということでお伝えしていこうと思います。それでは早速まず概要からなんですけども、オリガインペイで家電初めてのお支払いで 10% オフということですね。まあ少し下に小さく出てるんですけども、期間は2019年の6月の12日水曜日から6月の25日火曜日までとなっています。キャンペーンの内容なんですけども、エディオングループ、ケージ電機、ビッグカメラグループ、ヤマダ電機グループの各店で折り紙アプリを使った初めてのお支払いが 10% オフとなっています。まあ、他にも最大割引金額が3000円であったりとか、あとは税込み3万円までの場合も 10% オフが適用されるということですね。あとは税込み3万円を超えた場合なんですが、こちらは割引額の3000円がちゃんと適用されるということになっております。あとこのキャンペーン期間以前に折り紙アプリを利用した店舗は割引対象外となっています。そして折り紙アプリにて決済いただけない商品もありますのでご了承くださいということで、そして折り紙ペイのいいところっていうのは、その決済した瞬間にその場で割引がされるので、まあ、そこもかなり便利がいいところではありますね。一応ですね、公式サイトに例が載ってまして、例えばエディオンで買い物をして 10% オフの割引を受けることもできますし、その後にケーズ電機とかビッグカメラなどの買い物をしても、それぞれ初めてお店に行った扱いをされるので、そこでも 10% オフのキャンペーンを受けることができるということになってます。まあなのでですね、まあ暑い時期になるので、まあ夏用の家電であれば、まあエアコンとか扇風機などの家電を購入する際にもまあちょうどいいのかなというふうに思います。で今回の対象店舗なんですけども、エディオングループとかですね、あとケーズ電機、ビッグカメラグループ、まあ、ソフマップとかですね、あとヤマダ電機グループ、まあ、ヤマダ電機以外にもベスト電機とかですね。でそして下にも少し出てるんですけども、上記店舗で折り紙ペイが利用できない場合もございます。必ず決済前にご確認をお願いしますと出ているので、まあ事前に連絡などして確認するのもいいのかなというふうに思いますね。そして今回のこのおすすめの決済方法なんですけども、まあもう折り紙ペイを使用されている方であればかなりご存知の方がいらっしゃると思うんですけども、キャッシュというカードがあります。まあリアルカードでもバーチャルカードでも使えるというタイプですね。でこのキャッシュに関しては下の概要欄にて説明をしているので、そちらのリンクを見てまず確認していただければと思います。でこのキャッシュとオリガインペイを紐付けている状態で、まあ、エディオンとかビッグカメラでお買い物をすると、キャッシュの 2% プラス、あとオリガインペイの今回の 10% オフの家電ということですね。そしてあと家電量販店の独自のポイントカード、この3つの特典を受けることができるので、まあぜひですね、まあ、せっかくお買い物するのであれば、このキャッシュなども活用するのもいいのではないのかなというふうに思います。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。オリガインペイを使って初めて家電を購入するときに 10% オフになるというキャンペーンの紹介でした。まあぜひですね、何か家電を購入することを検討されている方がいらっしゃれば、この状況このタイミングでオリガインペイを使って購入するのもいいのかなというふうに思います。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしますので、ツイッターのフォローなどをしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。